南立本中華人民共和国国家発展改革委員会は中華人民共和国国務院に属する行政部門。略称は国家初改めい。経済と社会の政策の研究、経済のマクロ調整などを行う。前身は1952年に成立した国家計画委員会。成立当初は中央人民政府国家計画委員会として、 政務員と並立する機関であったが、1954年9月の中華人民共和国憲法制定による国家機構の再編により、国務員の蘇生部門に改組されて中華人民共和国国家計画委員会と改称した。1998年3月の主要期内閣発足時に国家発展計画委員会に改組。2003年3月温家宝内閣発足時に、 現在の国家発展改革委員会に改組された。経済政策を一手に握る職務的重要性から小国務員とも呼ばれ、歴代の指導者は国務員副総理や国務委員が兼任する例が多い。また、近年では主任経験者が経済担当の副総理、国務委員へと昇格している。参加には旧研究所を要するマクロ研究員が設置され、特に エネルギー研究所は中国のグローバルエネルギー戦略研究のようとして位置づけられる。ありがとうございます。